寝るって誰が寝るんだよ。寝かせるわけないだろう。めっちゃ悪い。待って、めっちゃ悪いことなの？どうしよう。写真屋さん関係？千葉県の伝承。でもね、夢に向かって頑張るってことは素敵なことだからね。応援しますよ、私は。めっちゃ寂しいけどね。私すごく最近あんちゃんと仲良し。昔ってか別に前までそんな仲良くないとかじゃなく、最近本当にもともと仲良しだったけど、すごく最近仲良くなったんですよ、あんちゃんと。一緒にいることとかも増えたりしてね。あんちゃんもいい感じに気を使わないでくれてるから、うん、犬になっちゃったの。じゃあ、ごじゃあおき、頑張れ。じいさん、こんばんざい。ひだまめ、こんばんざい。じゃあ、やっほー。目は諦めたの？きょうじ、こんばんは。深夜さん関係ないけど、ある意味。何？そっち系かなって思ったんだけど、違う？なんだ？やり仲良そう、ほんとに。47配信の。確かに。でも、そうだね。あれは大きかったかもしれない。ひよめさん、ざい。わゆさん、こんばんざい。なじ、こんばんざい。利用中。ねえ、今そうかなと思ったんだよね、一番最初に。そうかなとは思ったけど、あえて聞かなかった。ひざばばやほ。うまいか、ラーメン食べたか。かわいすぎ。おはぎ。あ、そうそう、前髪伸びたよね。転んだらしいね。転んだけどさ、今日は本当に何、タイミングが悪かった、私の。ラーメンは昨日食べたの。見て、目に鎧がついてる。節分につけてるかも。ワルチャット教えて。教えて。そうだね、4つになったかもしれない。今日も可愛い、ありがとう。前髪伸びたよね。ピコピコ。いや、素敵ね。ありがとう、成田さん。もっと言うと3月あさってしか。何何があったの？分かった、待ってるね。あさってか、2日か。心配。でも全然大丈夫だよ、今日は。痛くなかった。ただ転び方はすごく派手に転んだけど、全然なのでご心配なく。髪結構茶色く見えるよね、本当に。私これついこの間黒く染めたんだよ。あ、そうだ、あと皆さんにご報告がありまして、私のこの黒髪と写真チェキが撮れるのはあと数日だと思って。明日が最後かもしれないし、明後日が最後かもしれない。ほんとそのぐらいです。ちょっと手がおきれい、ほんとに手ゴツゴツなの。ぬいぐるみ、こんばんは。あれ、何があったの？急に下がったと思って、あのね、この下がるタイミングが、私がちょっと早く、もっとゆっくり下がればいいものを早く下がっちゃったからぶつかっちゃったの。私のせいです、今日は。本当にバンザイメグリするって待ってる。他のお宅が綺麗に転びすぎて振りかと思ってたって。そうだけど、その人にごめんなさいってしたよ。昨日階段から落ちそうなんですよ。階段から落ち、ああ、あれね。ジアの声は目に優しいしいいね。イエイ。ピンク色、あのね、明るい茶色になります。あれ、また階段ホームに落として。手じゃなけじゃなくてお顔も綺麗。イエーイ。もう気をブロブロ。赤インナーから来た。それは絶対にこにゃい。来ないけど染めます。もう見ての通りさ、私この間さ黒く
染めたのにこれじゃないですか。もう茶色いっちゃうし我慢できないわうん。そういうことね、拾い返そう。私が本当に下がるタイミングを、下がるタイミングっていうか、もっとゆっくり下がっていいものを早く下がりすぎちゃったからぶつかっちゃった。千葉くんからな絶対やばいよ自分見てきてうげたなんかそう思わせたら申し訳ないなと思って。髪染めるってアイルに噛まれちゃったからね、ちょっと染めようかしらな。新色を期待します。でもほんとズリさ、何ずっと黒髪だったじゃない。だからね、似合うか不安なところはあるけれど、イメージャーも大事だよね。どんなカラーにするの？明るい茶色だよ。明るい茶色。赤か。ちじゃんも入る？メイリスタさん。金髪にはしないよ。しないけど、明るい茶色かなーっていう感じです。そして、今、私さ、いつもさ前髪を切るじゃないですか。前髪切るっていうか前髪をさなんか伸ばす詐欺してるじゃない。よく今回は伸ばしまーすとか言ってさ、このさこういうさこういうのに憧れてるじゃん私って。おでこ出しというかさ、こういうなんかこういうのでも無理じゃん、いつもなんだかんだ言ってね。前髪をこんな伸びたんですよ楽しみにしてて。赤石とバンデアースの風が確かにそれはそう、茶色似合いそう。本当にもう今もほんと結構茶色くなっちゃってるからね。おでこたちに憧れっていうか、なんだろう、こう流し前髪に憧れを持ってるタイプの女子、大人っぽくなりたいっていう気持ちが強すぎて、そうなんかパッツンとかよりは流し前髪の方が憧れがあるんです。いいよいいよ可愛いよって。そういえば来月、そう頭っていうか6日7日で名古屋で、12、13、14で大阪に行けます。なので今から前髪を切りたいと思いまーす9回っていうね、切っちゃおうと思って。でいつも切ってなんだっけ、切りすぎてみんなに切りすぎないでねってさ言ってねみたいな言ってたじゃん。みんなのこう配信できれば切りすぎることはないのかなという。パッツンにはしないだから、本当に5ミリぐらいしか切らないから、ジュリアは前髪とかを切ったら気づいてほしいタイプの人という面倒くさいタイプの人なんですけど、だからこれでみんな次会った時、ジュリアちゃん前髪切ったねって分かるでしょ。5日6日って何か、え会える、流し前髪来いやって来なかったら受ける受けるそう断髪バイバイ前髪って言うてそんな切らない、本当に2ミリこんぐらいしか切らない。私流し前髪は変え、おぼ変えることはないので全部さ、どうやって切ったらさ、どうやってやったらさいいんだろうか。
でもパッツンにはしないからね。本当に私がいつも前髪切るときって何ミリなんですよ。それをみんなに気づいてっていうめんどくさい人なんだ。切りすぎないで俺切りすぎないように頑張っ、これどうしたらいいんだろう。ふうこたん、今の髪型も素敵なレジになる。でもやっぱね、ライブしてると、ライブっていうか最近物販の時にさ、あれなんですよ、前髪がね、あのアイロンでこういつも巻いてるんですけど、あの落ちてきちゃうんだよね、アイロンが。だからもう切ろうと思って。20ミリくらいは2センチじゃん。のぼるライブお疲れ様、ありがとう。疲れま、そう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 、会った時にね、ミリ単位は本当にミリだからね、私。でもこれどうやって、絶対さ、こんな配信をやりながら切ったら失敗する未来なんてさ、指輪を外そう、見えてるんだよ、自分でも分かってるの。私の前髪はね、あのこうなってるんですよ。ここが、このね、お山がね、私の前髪の特徴と言ってもういい。ちょっと待って、大事だよね。あ、今日の服装はね、白鳥コーデですよ、私がおすすめした本当にさ、これ失敗できないじゃん。明日もライブだし、どうする大丈夫かな。ちょっと待って、前髪を写すよ。こんな感じ、ちゃんとスカート履いてる。ちょっと待って、危険だよね。え、どうしよう、失敗しそうな気がする。とりあえず、どうしたらいい。ちょっとさ、一回切るよ。どうする、これ一回アイロン、なんかさ、そもそもさ、今キープしてる、キープをしてるからさ、深夜こんばんは、切りすぎる振りじゃん。今がこんぐらいなのね、ビフォー。うわ、目にかかってかゆい。絶対切りすぎると思うんだよな、いつも。いつも、いつもそう。ちょっと待って、これでは見える、みんな前髪を切る瞬間、前髪切る瞬間の顔なんてさ、絶対に可愛くないよ怖い怖い、どうしよう、どう言ったらいい、これどうしよう。ちょっと一回さ、一回配信置き、一回切るよ。ちょっと鏡と高さ合わないしさ、本当にズレはそんなに大げさにいかないからね、安心して。このぐらいしか切らへんの書いて、そんな切らへんの書いて絶対なるから。みんなカット見えてない、映ってない。でもは、前髪を切っている瞬間なんて可愛いもんじゃないよ、より目になっちゃうからね怖い怖い、どうしよう、どのぐらい、どのぐらい。ちょっと待って待って、本当にさ、大丈夫かな。こう、こうで見えてるこうしたらいいのか、こっちを向いて切ったらいいってこと。
いや失敗しそうなんだけど大丈夫かな。ゆり目になるからね。ゆり目になってまあブスだなって思わないでね。今からゆり目をしながら切るからね前髪を。きっとあ怖い。え、なんかもうガタガタしてるよ。もうガタガタしてない？そんな切らないよ。だからね、いつもメンバーにね、前髪を切って気づいてって言ってね、そんなきつくわけないじゃんって怒られるんだけど、ねまたほんとゆり目になっちゃうから恥ずかしいけどあんま気にしないで。こんぐらいしか切ってないんだよいつも。あいいんじゃない、このぐらいかな、どうですか、これなら流せそうじゃない、これならいいんじゃない。あ、切りすぎた、え、待って、お山の部分切りすぎた、え、でもね、ここちょっと長いよね、お山ここね、斜めにね、こう切って流すのスンって。わわけじゃわわやっほいい感じ。このミリ単位で切ったの認識できる事例師いないよ、誰もいつも気づいてくれないよちょっと待って、机の上がすっごい前髪だらけになってしまった。よう無事豚やっほー豚って言っちゃったよでも終わり、これで終わりにした方がいいかな、もうちょっと行く、行かない、行かない方が身のため、これはもう一回ちょっと一緒、あとほんの少し行こう、え、これ斜めってる、これ斜めってる、なんか量が違くない、めいて、え、ね、なんかさアイロンしてた形跡が残ってるから完成。どう？これで、これで、これで、ちょっと待ってね。これでアイロンをしてみましょう。あ、え、待って、切りすぎたかな？準備1個前ない。もう行くかなのかい、お、オッケーオッケー、この今のリスマジミスった、髪切ってたよ昨日今日で髪伸びたのに気づくかどうかと同じ、そうで本当にねミリしか切らないからね、こんあ前髪切った、え待って、でもちょっとさこれ巻くと考えたら切りすぎた感あるかな、そんなことない、大丈夫かな、私パッツンというよりかはこうねぺたんこなんですよ私前髪が、なのでこうやってねいつもやるんですよ。
くるっとやるの。あ、ね、待って、切りすぎた気がする。くるってやるんだけどさ、え、これ切りすぎてない？大丈夫かな。なんか前髪有効、え、ねえ、絶対切りすぎてってこれ。くるができひんねんけど。え、あ、でもいい感じで、ここの山をね、くるったん、ここが私の前髪のポイントだよ。なんか微妙？ここ、あ、怖い。こうね、くるってするの。いい感じかな。なんか分かんなくなってきた。平気？なんかもうね、ケープをした後にさ、髪の毛をアイロンしているからよく分かんない。まあ、いっか。はい、じゃじゃーん、前髪が短くなりました。でもこれ気づくよね、普通。どう？割と短くなってない？どう？これはどうですか？ちょっと前、このね、机の上にね、前髪の残骸が。切りすぎたかな？大丈夫？美人だからなんとかなる？本当に？そんなもんで平気？いい感じ？大成功？良き良き？本当？よかった。じゃあ普通気づくと思うよ。もちろん気づくさって気づかない人が言ってんじゃん。ねえ、いい感じ？待って、目毛入ったかな？痛い。配信でなんてさ、切らないからさ、できなんか、え、でも視界がいい感じ。気づいてない、おそらく。いい感じ。3日前と同じぐらい。まあ確かに、本当にこのほんとちょっとしか切ってないからさっぱりしたかな。でもね、これね、もしかしたらね、あの明日朝起きて、お、今日お風呂入るじゃないですか。でお風呂入って朝起きて時にガタガタになってたりして、切り、もう一回切っちゃうんだよ、そういう時って。で、あの気づいたら少し短くなってるというパターンがお決まりです。私のいつものパターンで、これよりも短くなってるっていうのがお決まり。今とさ、起きた時のさ、前髪ってさ違うからさ、なかなか無事切り終わりました。このね、ここをくるっとするのが、ここをちょっとくるってするのと、ここが前髪の
アダニジリア前髪のポイント、スパリスタンでさあくびしちゃった。アナちゃんわかる、そうお風呂入って乾かしてからが本当に勝負なんだよ、変わるからね。パチ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 、そう完成、切りました。キュン、かわいい、イエーイ。そうだからそこからが勝負、お風呂入り終わった後。てんてんまーさんこんばんざい、こんばんざい、どうも。これしかも気づいたら77日経ってんでしょ、配信、毎日配信77、ありがとうございます。ほらあくびをね、ありがとうございます、イエイ。あの今日はね、そう前髪を切ろうと思ったので、それだけでした。77、そう77ですよ。あいつじじじやっほー、あいつ前髪切れたので、今日の配信は満足です。77、おめでとう、お砂糖いきなりできてごめん、まことにすいまめん。今日のオンライン楽市楽座さ、オンライン楽市楽座で私結構ギャグ いたんだけど、ちゃんとみんな聞いてましたか。しかも個人ドームでしか私ギャグ言わないとか言ってたのにさ、全然さ公式ルーバンバン公式ルームでもさダジャレ言っちゃったよね。服が見えてきた、確かにパチパチパチ、ありがとう、あんたいこんばんざい、やほあんたい。全然今年、今年というか2021年はさ、あの面白いこと卒業しようと思ってたのに、ギャガー朝日さんなりつつあるよ、やばいよ。言わないはずだったのにさ全然言っちゃってるから大丈夫かな、心配だよ、自分が心配だ。ヨアキングこんばんは、ビッピンさん、ヤッホーヨアキング。まあね、止められないからね。止められないというかさ、頭の湯さ思い出てきたらさ言いたくなっちゃう、言いたくなっちゃう病なのかもしれない私。ギャグケイちゃん、ギャグ我慢できなくなってちゃったね、そうできなくなっちゃった、どうしよう。どうしよう、言いたくなる年頃なのかな、ちょっとおばさんに なってギャグ止まらない人みたいになっちゃってるけど、でもみんながそれでね笑顔になってくれたらいいんだけど、しらけちゃうんだよね、おかしいなと思って、面白いはずなのになぁと思って全然面白くないみたい。溢れ出るパンチさん止められない。大丈夫かな、みんな笑顔になってくれて、本当にさ机の上にさきっと前髪が散乱してるのに気になるんだけどこれ、やだ、これからなのよね、まだまだおばって言ってるよ、綺麗なお姉さん、そう綺麗な、今年2021年綺麗なお姉さん化計画だからね、だから前髪を伸ばしたいのにさ切っちゃうんだよね。バタバタバタコさんが職場で受けなかったか先に、ラジャお疲れ様でした、日本でお疲れ様でした。なんか髪とかし、あの敷いたのよパンフレットみたいな、いらないやつでもね出ちゃうのよね、さすがにね敷いたんだけど、
綺麗な、そう、綺麗なお姉さんになりたい。綺麗な、なんだ、お姉さん、そう、大人かわいい、そう、2021年は大人かわいいか計画だからさ、もう26歳、次27歳だからさ、そろそろさ、大人かわいい目指してね、やっていきたいところですよ。難しいけどね、それをね、やっぱ新しい自分になるというね、ところも込めてね、あの髪の毛を本当に染めてみるという、多分どうなんだろうね、なんだろう、どうなるかね検索した時期ありがとうさもって流行ってたそうそうそう、でも昔からあるんだよ第一次はありがとんかつ DJ あげたろうから、ありがとるサーモン、食べ物好きすぎかって、プニマル初見、ヤッホープニマル、大丈夫そうですか、あなた大人かわいい好きですか、大人かわいい騙そう、でも本当にね、それね、喋らなければいいって言われるんだよね、無理だよね、喋っちゃうよね、まあ、これ込みだからね、ジリは私はヤキング、べっぴんさんより可愛いなんですね。ヨアキングはべっぴんさんでいて。ダメです。あなたダメでしょ。知ってるわよ。見たよ。大人っぽく、大人可愛く。大人。可愛い。みたいなね。卒園なの？卒園、幼稚園生だったの？でもそういうとこもそう、こういうとこもね、込みじゃないとね、やっぱそう、これ込みだからね、これ無理だったら多分ジジャちゃん無理でしょ、こういうのが無理だったらね、どんなに見た目が大人可愛くても中身開いたらこれだからねこれはね、直せないっていうか、今日さ、ワンコと遊んだからさ、服がすごいよ、なんか糸閉じちゃってるし声と喋り方は可愛いですけど、嘘、本当にやったね、柿の種、こういうところがダメなんだよねまあ仕方ないけどね、元気を出して、元気を出してって言って元気が出るものではないと思うけど、今日ワンコに会ってきた、可愛かった、癒しされた、癒しされた、あのオンライン楽市ザクザ割ってバンザイハウス3人でふにてつれー、やっほー、てつれー、やい、今日今何時Oh my god、 そのギャップが燃える、マジンガー Z、 私ギャップある、ギャップ皆無じゃない、ギャップ、ギャップっていいって言うけどさ、私ギャップなくない、なんかえみたいなことなくない、なんかないからさ、憧れ持ってた憧れていただな、まあディディが DJ 戻るんですか、これでまたジリアが戻るやつですか絶対にね、明日前髪切るよ、私そのもう未来が見えている、気に変だもん、なんかちょっと今日もね、
キラキラ。今日は少しピンクとキラキラ。あなたにはもうね、クソ笑った。ペッピンさんの感じからの甘い声と喋り方がたまらん。やったー。と声はね、ちょっとヘンテコリンな声してるから。ポイント。ちょっと変な声。あるちゃん、こんな美人のお姉さんが面白いこと言うのか親しみやすいってなるよ、多分。多分にさ、あれが入ってるね。なんだっけ。あの、なんだっけ。あれが入ってる。そう、キラキラ伝わる？お目目最高、恋最高、最高ね。ちょっと腹立つ声してるんだって。ちょっと腹立つ。あなた2番目がちょうどいいです。楽だ。楽でしょ。私して近すぎ。おはぎ、おしぎとピーコン伝わる。キラキラ。ランチは最初の中、持ち手部分が巾着の方々です。型紙ですと。え、入らないの。ちょっと照れる。目だけだからね。え、髪茶色いね。楽、まあね、よく言われるさ。なんかまつげにダメがついてる。こうやって見て、今ラメすごくない。ここラメチ、おすぎとピーコ。そう、近すぎって言ったから、おすぎって。こういうところなんだろうね、私が。あ、くしゃみ出そう。お腹鳴っちゃった。しているんだ、しているよ。おすぎやりました。私ピーコやらないよ。パーコならミオちゃんがやったけど、サービスショットありがとうといたしまして、自宅のプロデューサーにこぎ使うとか。あ、でもそれ、あの新しいやつ、そうなの。そうなの。そうなんす。もう眠たいんだよ、私実は。でもそう、自分でさ、そう、あの大人っぽくなりたいって言ってるじゃないですか。で、自分が一つ大人になったなって思ったことは、私って言えるようになったこと。マジです。自分で自分を尊敬してる。私が私って言ってるの信じられない。私って言えるようになったんだ、自分。金踏んだくて。ただ働きしてんの。お席一人だけ置き去りにしないでくれ。頑張って。ギャグ最高。ギャグも含めてね、やっぱお笑いって楽しいでしょ。面白いこと笑ってた方が人はいいからね。だから面白いなぁと思って生きていた方が、きっと人生は楽しいから。で、なんだっけ、何の話してたっけ今。なんだっけ、あ、そう、私って言えなかったんですよ。私今は本当に私って言えるようになってるんですけど、そこが
本当に自分の中で、ああ、父、私って言えるようになったんだねって。よく大人になった、ね、大人になったっていうか、その私が、ほら、で、私って出せるんだけど、その、私が、あの、ジリアっていうのが本名なんですけど、本名を変えられないと思った理由が、私一人称がジリだったんですよ。自分のことをジリねジリねっていう感じの子だったので、そこをもし私が芸名をつけた場合に絶対にジュリって出ちゃうと思って、私って言えなかったから、ずっと、なんなら1年半ぐらい前まで、2年前とかまでは一人称がジュリだったから、多分もしさ名前を変えても配信とかさ、こうポロって絶対出ちゃうと思って、だから名前は変えられないなと思って、ジュリねーって私はじゃなくてジュリはだったから、今は私はになったし、本当私はの人なんだけど、それができなかったから名前を変えれなかったっていう一つの理由がある。しっかり大人の階段、そう、登ってでしょ。またね。ありがとう。ステージ上はジュリジュリアがいいかも。私じゃなくて。あ、でもインタビューの時とかは、まず自分の名前言うけどね。両親は？パパ、ママ？父と母。本名です。そう。あとは、なんだろう。そうだね、ジュリって呼ぶから、変えられないなってのもあったけど、そのやっぱさ、コールをしてもらえるじゃん。その時、に自分の名前で呼ばれたいなっていう気持ちがあったから変えたくなかった。さっちゃんみたい、さっちゃんはねって、お店とかでもジリア、これそれは言ってないそれは言ってないけど、人と話すときはジリって言っちゃってた。今はどんな時でも私だよ。あんま逆にジリって言わないかもしれない、大人にな、たまに出るけど、私は急に片言、片言じゃない、硬い、専門偉い、うん、私だからね、私、私、私っていう、とてもいい話でした特に、あの、これ以上はない。私トーク。あ、自分は、自分は、私かな。私、ジュリアはって話は、やだ。しかも、そう、ジュリア長いからね。あら、かわいい。素敵な名前だから、ほんと？いや、それがね、一番でかかった。やだもん。ジュリアって呼ばれたいじゃん。わがままかな。だから変えたくなかった。自分じゃん。自分の名前を呼んでほしいからさ。タナティさん、こんばんは。ミーはね、ミーだと私、あれかな。海外の方かな。はぁ、あ。そろそろ終わりにしようかな。今何時だろう。23時か。まあ、そう。特に、深い感じはないけど。今なんでこの話になった？多分さ、切り出したのは。でもなんでこの話になったんだっけ？いつもね、わかんない。話それるよね。すぐ配信してて。
配信しててすぐ話取れるし、コメント来ても何の話のことだかよく分かんなくなってしまう。このルーム、髪の毛を染めますって言って、髪の毛を前髪を切りますって言って、あ、大人可愛い、よく覚えてるね。ほんと記憶力ないんだよ。大人可愛いからか、何になったか、ギャグ止まらない。大人なんでみんな覚えてんの。僕も名前で呼ばれた人が一緒だね。そう、自分だからさ。でもね、そう、髪の毛を染めるって言ってるんじゃないですか。今はね、ワクワクしてる。どんな感じになるのか。私そういうのちゃんと覚えてます。優秀ですね。私覚えてない。私あんま覚えてない。前髪切ったの気づくくらいする。気づかないじゃん。気づかないくらいってことだよね。ねえ、あのね、あざが全然治らないの。いつだろう、前回これいつだ、まだだろう。全然治らない。マジで染めるんだよ、茶色く。黒いジラちゃんでなくなるんだよ。黒髪ジラちゃん、青色髪、普通の茶色、明るくめの茶色。今が割と次元みたいな色なの、この茶色がね。それよりも明るくヘアチェンジします。あれ、髪切った。うん、わかる、わかる。やっぱね、伸びるの待てないんだよね、私。今日笑い見てきたから、僕もギャグとも楽しかった。楽しかった。悲しいけどしゃがみ絶対似合うね。金髪見てみたいって言ってたもんね。そうだよ、大人になるよ。ずっと貫いてきた黒髪を、もうあと2日か1日、あと1日か、あと2日か、あと3日かぐらいで卒業するから。ニュージリア、よろしく。これ似合わなかったら多分ね、すぐ戻すから。思ったより小さい部屋で緊張したの？逆に？いろんな配信見てきたけど、髪切り中の配信は、うそ！もしかして耳もそう。しまじょうだから。耳吐いた。シュン。悲しい時はこうなる。シュンって。シュン。おぐりシュン。普通の時はこう。違う時は髪色そうだよ。多分わかんない。変わってないかもしれないし。おにゅうなジュリちゃん、楽しみにしてた、あのちゃん。きっと変わる。ちょっと待って。あ、首が出ちゃうな。私が配信したのは、何時だ？あ、52分だ。ほら、1時間経つ。普通の時も結構さ、常にしゅん、小栗旬さんかもしれない。変わってないのに髪色変わったとか。え、でも本当に多分結構変わると思うから、染めてないから分かんないけど、染める予定の色だと結構変わると思うから。
では撤収します。ありがとうしんごさん。けいちゃんは絶対気づくぞ、頑張る。絶対に髪色はみんなさすがに気づく。気づかなかったらあの目に何入ってんのって言ってあげるぐらい。染まるかどうかは分かんないけどさ、割と明るくなると思うから。だから安心して。決めてた。あ、ちょっと、あ、外しちゃった外しちゃったよ。もうこれんじゃない。もうこうでよ、こうこてよ逆に。あ、ブシャブシャ光の。あ、でもね、ほんとそれは変わる。この部屋だとね、ほんと明るく見えるけど、そんなんだと思う。ゆうたさんこんばんは。自然に切られ、え、髪は多分切らないと思う。あ、静電気すごい。多分ちょっと伸ばし中かな。見えなかった終わり。次、あったでしょ、あったでしょ。ピボさん、僕は女性の進化にすぐ気づき。え、そうなの。ふみちゃんだけじゃなくて、配信写真実際で。そう、全然違く見えるの。ここの私の部屋の配信は本当に明るく見えるの、光が。実際こんな茶色くないんだよ多分。でも明るく見えるんだよね、なぜか。不思議と。ではね、そろそろね、本日の配信を終わりにしたいと思います。2月ありがとうございました。皆さんたくさんたくさん。2月終わりですね、早い。3月もどうかよろしくお願いします。3月も頑張ります。2月あっという間に終わってしまいましたが、みおちゃんお疲れ様、ありがとう。3月も楽しみ。おやすみ。ユアキングお疲れ様でした、ありがとう。ひーちゃん2月お疲れ。3月もよろしく。へけへけ私ね、前歯一本だけ出すの得意なんだよ。ちょっと待ってね最近ね気づいたの、私前歯を一本だけ出すという特技やまんの。どうやったんだっけな。できなくなっちゃった。前歯をね、あれ、この間鏡見てたね、こっちの前歯だけ出すのがねできると思ったらできなくなってた。あ、できなくなってた。たまたまだったのかもしれないなんだこれ。毎年2月はま大丈夫。とりあえず待ってよ、ガーゴとやっと寝かしてじゃあもっとやっちゃおうかな。3時間ぐらい寝させないよ、今夜は寝かせないよ。3月もよろしくね、あのちゃんよろしくね。 CD 届いてよかった。あとアクシタラね。あさってお休みだよ。ちょっとドキドキなんですけどありがとね、お疲れ様、生誕祭。あのちゃんおつおやすみ、たらしおやすみです。クソクソしおたかきなんだけどさ、待って、悔しい。どうやってやったんだっけ。全然できない。後輩なのにバイバイしていくかできなくなっちゃった。こ、後輩じゃないから安心して、願いやめて時代の8時朝日の夜更かし配信。おやすみ、おやすみ。じいちゃんかわいい、ありがとう。ファミナリーただかわいい。え、ほんとできるんだって。
こうやってこうやってったらできる。前歯2本だけがじゃあできるってことにしようかな。前歯2本だけ、他の歯を隠して前歯2本だけ出します。前歯2本だけ出せる。ほら、うちのウサギよりもウサギに勝った。私の歯。ピマルおはよう。終わっちゃうけど、じい最初見めちゃくちゃ手使うじゃん。パイタイ、なんかできるできる。できてたでしょ、今。え、もう一本出せたんだよね。何やってんですか。いや、それはそう。サーガスの宿題だね。そうだね。こんな特技すぐ忘れ、たまたま気づいたの、この間。あれ、前歯一本だけ出てないと思って。じゃあね、こんな感じで、終わります。バイバイ。リスより可愛い。バイバイ。また明日、3月も。グッナイ。お疲れ様、ありがとう。さらば。